自分もね、一応またがってみますけど、こんな感じで、両足のつま先ぐらいをつきますね。はい、どうもこんにちは。ドッカーズ埼玉店店長、草田です。今回もですね、埼玉店の新規車両を紹介していきたいと思います。今回はですね、川崎の 250TR ですね。を、入ってきたので紹介します。まずは外観の方ですね、チェックです。非常に綺麗な車両です。はい、結構ちょっとねカスタムがされてます。はい、フロントなんかも、延長されてますね。はい、あとはフロントフェンダーなんかもアルミのフェンダーです。派手さはないんですけど、しっかり抑えてるなっていうか、ね、トラッカー系カスタムですね。でこのカラーリングなんかもちょっとおしゃれですよね。なかなか見ないカラーリングだと思います。あとはマフラーですね、マップタイプ。はい、リア周りも、フェンダーレスだったりだとかテール周りも変えています。でこのリアサスなんかは前オーナーさんがですね、ショップさんでなんかワンオフで作ってもらったものですね。はい、少し車高は上がってるんですけど、まあそういうおもちゃバイクというかですね、かっこいいバイクになってます。この辺のトラッカー系もね、昔からすごい人気のある車両で、特に 250TR とかね、なんかも綺麗なやつも少なくなってきてるんで、これは個人的にもかなりおすすめになってます。はい、では車両の圧縮性ですね、チェックしていきたいと思います。今回自分は、圧縮性のチェックはしません。ちょっと別な人にお願いしてます。ということで、脱出規制のチェックも見てもらいました。はい、突然のですね、アッキーの登場でした。はい、こんな感じで、女性の方でも一応乗れます。はい、自分もね、今日またがってみますけど、こんな感じで、両足のつま先ぐらいをつきますね。男性もですね、やっぱりシングルエンジンで、車重も軽くて、非常に乗りやすい一台ですね。はい、街乗りから、ちょっとしたね林道なんかも遊べるので、はい、オンからオフまで、両方楽しめる一台だと思います。はい、最近本当に、この手のね、車体も物のいいやつは少なくなってきたんで、お探しの方はぜひお問い合わせください。ということで今回は川崎の 250TR ご紹介になりました。また次回車両動画でお会いしましょう。